副業の思考法、シリコンバレーエンジニア酒井純。はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。今日はですね、まあ、僕の友人っていうには大変おこがましいかもしれないんですけれども、酒井純さんについてお話ししたいと思います。というのはですね、まあ、今シリコンバレーに住まれている、酒井純さんなんですけれども、ビジネス書籍を、出版されたとこなんですね。で、この本、まぁ、ちょっとだけ、まぁ、あまり中身深くはお話できないんですけれども、ちょっとご紹介させていただきたいのと、まぁ、酒井純さんですね、まぁ、僕にとってですよ、まぁ、日本に、まぁ、良い影響を与えるべき人、100人みたいなのがあるとしたら、絶対に入ってほしい方なんですよ。うん、でして、まあ、酒井純さんにです、酒井純さんの、まあ、経歴ですね。まず経歴を知っていただくことだけでも、まあ、皆さんのこれからの生活に、まあ、ちょっと有益になるか、なればと思いまして、まず純さんの経歴からですね、お話しさせていただきたいと思います。はい。まずですね、サッカーの元日本代表で、今現在はシリコンバレーのエンジニアですね。で、ユーデミの講師。で、そして、投資家さんでもあり、YouTube もやられていると、いうことなんですね。まぁ、ちょっと一つずつ説明してさせていただくと、サッカーの元日本代表ということで、まぁ、それだけでも、結構すごいと思うんですけれども、その大学生時代に、日本代表として、プレーされていたみたいなんですね。はい、ジュンさんというのは。で、なんか東アジアの大会で、金メダルも、取得されているという、まあ、実績をお持ちなんですよ。で、なんかその J リーグ、プロの、道はなんか怪我を、されたみたいで、断念されたようなんですが、ただ、まあ、その後ですね、ハワイで、企業を経営されたりとかですね。で、今現在は、シリコンバレーの、現役で、エンジニアをされているという方なんです。はい。シリコンバレーって、皆さん、聞いたことありますでしょうか？日本の方でも、最近、まあ、ちょいちょい耳にする、言葉、名前かもしれません。で、シリコンバレーっていうのは、聞かれたことない方のために、お話しさせていただくと、まあ、いわゆるその世界の、まあ、最先端の、まあ、IT とかですね、まあ、ハイテク企業が、まあ、集まってるそのエリアですね。はい。で、まあ、そちらの中にある会社に、今現在、エンジニアとして、勤められているということなんです。まあ、この本でも、書いてある通り、まあ、本業がですね、アメリカのその、スプランクっていう会社ですね。はい。これ聞かれたことあるか、この会社聞かれたことあるかわかりませんけれども、まあ、そのアメリカの、給料ランキングとかもあるんですけれども、それで、まあ、上位に入ってくる、会社に、勤められているという、まあ、それを今、まあ、いろんなお顔をお持ちなんですけれども、本業で、まあ、今エンジニアをされているということなんですね。はい。で、次にですよ。これ、皆さん、もし知らない方、今これを機会にですね、まあ、知ってもらえたら、まあ、ありがたいなと思うんですけれども、まあ、非常に有益だと思いますんで、ユーデミーですね。このユーデミー。ユーデミーって皆さん、聞かれたことありますか？今、最近日本でも、なんか、流行ってきてるというのは、お聞きしているんですけれども、ユーデミーっていうのは、その、いわゆる、オンラインで、まあ、習える、まあ、その、学習、プラットフォームですね。うん、まあ、好きな時間に、習うことができると。で、それの、まあ、講師を、されているということなんです。で、まあ、ユーデミ、酒井純と、言って、叩いて、Google で調べていただければ、まあ、その実績がすぐわかると思うんですけれども、まあ、そのユーデミの講師として、もうすでに実績を積まれているということなんですね。まあ、純さんは、まあ、そういった IT 関係の方なんですけれども、まあ、その もうぜひですね、もう、日本でもそのプログラマーとか、まあ、その IT 関係、関連に勤められている方は、まあ、ぜひ覗いてみてはいかがかなと思います。で、ユーデミっていうのは、その、まあ、プログラムとかそういったことだけでなく、まあ、語学とかですね、まあ、いろんなものが習える、今とてもアメリカでは流行っていて、まあ、これからもどんどん伸びるだろうと言われているんですね、このユーデミっていうのは。うん、もし知らない方いたら、まあ、ぜひ見つけられて、Google で、ぜひ検索されてみてはいかがかなと思います。今、まあ、世界的にこういう風な状況になっているわけですよね。その家から、まあ、あんまり外出できないような、うん、なるべく家からっていうような感じになってきているわけですね。で、それで今こういったユーデミ、そのオンラインで、ま、習えるその学習ツールっていうのが、まあ、今これからもどんどん流行っていくんで、まあ、もう流行ってますけれども、まあ、もっと伸びるんではないかなと言われているわけです。あとはですね、まあ、投資家さんということで、あと、まあ、YouTube もやられているということなんですね。YouTube も、なんか複数チャンネルをお持ちでして、サッカーのチャンネル。で、あと、ここ1年ちょっと前、僕がですね、YouTube 始められた頃に、なんか、純さんも、そういったビジネス系の、YouTube 始められてるんですね。
で、まあ、それで僕、ジュンさんを、まあ、知り合えるきっかけになったんですけれども、まあ、そのシリコンバレーのエンジニアとして、まあ、その IT 関係とかですね、まあ、そういったチャンネルを、まあ、去年の、多分5月ぐらいから始めてらっしゃるんですね。で、そして僕も、まあ、その同じ時期に、YouTube を始めているんですけれども、で、僕がその知り合うきっかけ、なった、まあ、ジュンさん知るきっかけになったっていうのが、カリフォルニアからでも、なんかビジネスのこと発信されてるのいらっしゃるのかなと思って、で、それで、ま、ジュンさん探させてもらって、で、まあ、そこで、まあ、すごい有益なこと発信されてるなと思って、で、まあ、Twitter とかですね、まあ、YouTube、まあ、SNS で、ま、知り合える、ま、関係になったということなんですね。その IT 関係でなく、例えばですね、まあ、アメリカの生活のことも発信されていますし、まあ、僕のチャンネル見てくださってる方だったら、ジュンさんのチャンネルも多分興味ある、持っていただけるんじゃないかなと、まあ、思った感じなんです。うん。まあ、マスク論争なんかも、まあ、お話しされたりとかもしてて、まあ、非常に、まあ、IT だけでなくて、まあ、興味深い内容が多いんです。うん。でですね、まあ、そのジュンさんですね、書籍ですね、まあ、発表されたのは、この副業の、まあ、思考法ということですね。はい。で、今ですね、その日本でも、まあ、終身雇用って多分崩れていると思うんですけれども、僕がいた、日本、まあ、僕は15年前に、アメリカに来ているわけなんですけれども、まあ、その頃、まあ、僕は、まあ、ここに来るまでは、まあ、サラリーマンをしていて、まあ、その当時っていうのは、まあ、一つの会社にずっと、なるべく、まあ、一生勤めるっていうのが、まあ、結構当たり前だったんですね。で、今、まあ、日本もそういったの、多分崩れてきていると思いますし、で、副業をされたい方、している方、今、どんどん増えていってると思うんですよ。うん。で、アメリカなんかでは、まあ、こちらにするアメリカ人とかは、まあ、その、複数の収入を持つっていうのは結構当たり前で、僕の友達なんかも、まあ、一つの収入っていう、人たちを探す方が難しいぐらい、まあ、アメリカでは、複数の収入、副業を持つっていうのは結構当たり前だったりするんですね。うん。で、今回このジュンさんが、もうその、まあ、出版されたその、副業の思考法ということなんですけれども、ただ、まあ、こういった副業があるというだけでなくて、まあ、そういったその考え方ですね、その思考法ですね。まあ、それが、まあ、非常に興味深いんですよ。その、ジュンさんっていうのは、なんていうかな、その、まあ、とても戦略的な方なんですよ。まあ、僕みたいに、まあ、何も考えずにやるというか、まあ、そういう方ではなくて、まあ、非常に戦略的。うん。で、まあ、そういった思考法が、この本で、書かれているわけです。はい。まあ、シリコンバレー発スキルの掛け算で年収が増える、副業の思考法ということで、で、まあ、働き方の新ルールという感じなんです。年収1億円を実現ということなんですね。ちょっとね、あんまり深く中身までは、言えないんですけれども、まあ、例えば後ろを見させていただくと、100年も働けませんとか、働き方に正解はありませんとかですね、明日から、シリコンバレーで働けますとか、うん、あと、まあ、僕なんか興味深いなと思ったのは、YouTube 動画は昼休みに作りなさいとか、うん、すごい面白いなと思って、まあ、読ませていただいているんですけれども、まあ、もしですね、その、まあ、これから複数収入持たれたいとかいう方、まあ、その、IT だけでなくてもですね、まあ、そういった方でも、まあ、興味持っていただける本ではないかなと思います。まあ、ジュンさんですね、その、まあ、こういった、まあ、年収1億円とかも、まあ、すごいんですけれども、それだけでなくて、もうそういった人柄ですね。人柄もめちゃくちゃいい方なんですよ。もう本当にその人徳者というか。で、まあ僕なんか何も、まあ実績ないわけです。まあ普通の人よりちょびっとだけインターネットでまあ物を売るということぐらい、まあそんなことぐらいですよ。うん、まあそんな僕にですよ。まあこんだけ実績もある違う。こんだけ、違うのに、前からですね、まあ、ぜひコラボしましょうとか、まあ、言っていただけるような、まあ、器の大きい方なんですよ。まあ、ジュンさんにとったら多分僕とコラボしても、さほどそんなに、まあ、メリットはないと思うんですけれども、まあ、そうやって、まあ、気軽に、まあ、言ってくださるような、まあ、器の大きい方なんですね。はい、もしよければですね、まあ、詳細欄に、ジュンさんの YouTube のですね、まあ、チャンネルとか、Twitter ですね、それも、貼らせていただきますんで、多分この動画にも、コメントしてくださってると思いますけれども、なんか僕なんかのそのチャンネルなんかも、紹介、ジュンさんチャンネルで紹介とかしてもらっている、まあ、過去に、そういった感じなんですね。
はい。で、この動画も多分、まあ、コメント欄で、なんかコメントしてくださってると思いますけれども、はい。で、もしよければですね、まあ、ツイッターの方も、できれば、フォローしていただければなと思います。まあ、著名人なんかも、フォローしているという感じなんですね。まあ、例えば有名どころで言いますと、まあ、本田圭佑さんとか、そういった方も、まあ、フォローされているぐらい、フォローしているぐらいの、まあ、淳さんというのはそういった方なんですよ。で、1日に、まあ、何回も、まあ、ツイートされてますんで、そのツイート見るだけでも、非常に勉強になると思います。うん、もしよければですね、ツイッターのフォローも、していただければなと、思います。はい、今日はですね、まあ、酒井淳さん、今シリコンバレーで現役で勤められている、淳さんについて、ご紹介させていただきました。でですね、まあ、僕のチャンネルでもですね、こういった、まあ、著名人というか、まあ、ちょっと僕も YouTube やらさせていただくことで、まあ、ちょいちょい、まあ、人脈というか、まあ、広がっていってるんですね。で、またこういった、まあ、淳さんのような方も、ような方、またご紹介、僕のチャンネルでも、させていただきたいと思います。まあ、特にアメリカ在住の方ですね。はい、紹介どんどんさせていただきたいと思っております。はい、今日は以上です。はい、ピーナッツがですね、先ほどから、お菓子を待っているんですよ。今日はですね、こんなお菓子をあげたいと思います。ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。僕がですね、いつも喋った後はお菓子をくれると思っているんですよね。はい。はい、では以上です。